はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。4時を回りました。4時20分ですね、さっきまでお客さんがいらっしゃってですね、いろいろとまた面白い話、いかにもこの面白い話が聞けそうなお客さんかなと思っていたら、全くですね、期待通りでございましてですね、面白い話を聞きました。いやいや面白いですね。いろんな方にね、いろんなお話を聞くのは面白いです。はい、どういう方かは申しませんけどもですね、はい、さて行きましょうか。現代ビジネスでございまして、12月2日に出た長谷川幸寛さんの記事ですね。米中が裏で結んだ極秘合意、ウクライナをめぐるそのヤバすぎる内容、そしてますます孤立するプーチンという内容でした。ちょっと触りのところだけを見ますとですね、こんな感じですね。英氏に公表された衝撃的な記事、英氏というのはイギリスの雑誌という意味ですね。ウクライナの戦争でロシアの核使用を抑え込むために米国と中国が秘密合意を結んでいた、そんな記事が英氏イギリス、スペクテーターに掲載された。どんな雑誌なんでしょうね、よう知りません。英氏、中国人民解放軍がロシア軍に働きかけてうまくいったというのだ、事実なら衝撃的だ、何が起きていたのかということを以来つらつらと書いてあるんですけど、まあこの記事もちょっと長い面白いですけどね、無駄に長くはないんですけどね、こういちいちこう読んでいけないなと、この動画で語るにはね、どういうことかと言いますとですね、中国とロシアというのはですね、はっきりと条約を結んだわけではないにしろですね、同盟関係があると。で、ロシアがですね、ウクに入る直前にですね、北京でですね、北京五輪、冬季五輪のですね、開会式があって、そこにですね、プーチンはですね、ロシアが国として参加できていないのにわざわざ開会式に行ってですね、習近平とですね、こう無限の友情関係とか、なんかそういう言い方の約束をしました。で、その時にですね、中国がですね、2月24日にウクに入ることをですね、知っていたのか知らないのかという議論については、知っていたというふうなことが書いてあると。このイギリスの雑誌はそう言うているということですね。で、ただしその後でですね、中国はですね、ロシアに対して割と冷たい対応をしているという、それはみんな見るところです。そうですね。もう少しね、武器弾薬を送るのかなと思ったら、中国から武器弾薬が送られている様子は全くないわけですね。仕方がないからイランからドローンを買ったりとかですね、北朝鮮から弾薬を買ったりとかですね、今まで同盟国に撃った武器を、同盟国というか、武器を撃った先からですね、買い戻してるとかですね、そういうことが書かれてあって、で、どうもロシアの旗色が悪いねと。で、ロシアは再々ですね、N 使うぞというふうにこう表明をしてます。なんか最近トーンダウンしてますね、ここ一月ぐらいですか、N 使うぞみたいな脅しをですね、あんまり聞かなくなりましたね。 2,3 ヶ月前は盛んに言うてましたよ、お前ら見てれば分かってんやろなと、ロシアの国益が侵された時には N 使うんやと言うてましたけど、最近聞きません。で、あれですよ、その陰にはですね、アメリカと中国のですね、動きがあるんやというのがこの記事です。で、具体的に言えばですね、中国がですね、ロシアに N を使うなというふうにこう説得をしたという動きがあったんやと。その代わりにですね、中国が仲介をしてですね、ロシアが N を使わない限りですね、そのアメリカは戦略的な兵器をですね、そのウクライナに供与しない。戦略的な兵器って何かと言いますと、簡単に言えばですね、ウクライナ軍が簡単に、その国境を越えてロシア領内を攻撃できるような武器ですね。例えば戦闘機もそうですし、ミサイルの長い射程を持つミサイルとかそうですね。そういうものを持てば、ウクが持てばですね、ロシアの国内に対してですね、攻撃を仕掛けられるということですから、それをアメリカはウクに側に供与しないというような、バーター取引ですね。ロシアは N 使わない、アメリカは長距離の武器渡さないと。
で、あのハイマースというね、あの今盛んによく出てくる武器もですね、あの長距離用とですね短距離用があって、アメリカが渡してるのは短距離用というふうに言われてます。ね、あのその長い距離のは何百キロって飛ばせるのは渡していないというふうに言われてますね。なんで今のところですね、ウク軍がですね国境を越えて、昔のですね国境を越えてですねロシア側に対して攻撃しているということはほとんど見られていません。昨日ですねロシア側の発電所に砲撃があったというような記事がありました。でまたですね、何回、2、3回前でしたっけ、クリミア半島とロシア本土を結ぶ長い橋ですね、あそこで爆発があってですね、一時通行不能になりましたけども、それはどっちかというとロシア領土に対する攻撃というふうに見られるんですけども、これはウク側がですね、自分たちがやったとは言ってません。でも事態を歓迎するみたいな声明を出してますね。まあ、多分ウク側が何らかの関与をしてるんだと思いますけど、まあしかしね、実にこうウク側にとって、ですね、あんまりこうですね心地よい話ではないですね。なぜかというとですね、だって自分らボコボコやられてるんですよ。ロシアがやってきて、もう街はボコボコに破壊するわ、人は連れ去るわ、婦女子に対してはですね乱暴を働くわで、もうむちゃくちゃですやん。もう美術館から美術品みんな持って帰るとか、もうな、物は取るわ、人は殺すわですね、女性は犯すわですね、人を連れ去るわ、でもやりたい方でやってるわけでしょ。これ多分ウク側はですねどうでしょうね、10万の単位で犠牲者が出てると思います。もうちょっと1個分かりませんね、もう100万の単位に達してるかもしれませんね、それよく分かりませんけども。なのにですね、ウク側はですね、そのやってきたロシア軍をですねに対してはその戦えるけども、ロシア側にこう越境できないというのは、なんかこれなんか不公平というか、あれですね、変ですね。でもアメリカはそれを望んでいるわけですね。でなぜかというと、そうなるともう収拾つかないようになるということになります。でそれによってですね、ロシアが N を使うかもわからんと。ロシアが N を使うとこうややこしくなって、その、まあ、NATO は介入せざるを得なくなるのかって、まあそういう話になってくるわけですね。まあ、アメリカの本音はね、もう N、もうなるべくみんな静かにしといてえなと、まあ、変なことせんといてえなということですね。あのできるだけこう関わりたくないわけですよ、彼らの本音は。できるだけそういうややこしいことに自分のところのですね、あのアーミーを使いたくないわけですよ。あのアーミー使って成功すればいいけど、ここのところイランでも、いやイラクでもですね、アフガニスタンでも失敗を出るわけですよ。アメリカが第二次世界大戦後ですね、こうアーミーを繰り出してですね成功した例はほとんどないんですね。ほとんどない、大体大きなケースでは朝鮮とかですね、ベトナムとかですね、アフガンとかですね、イラクとか大きなところではほとんど失敗してるわけですよ。だから関わりたくないですよ。で大統領としてもですね、その当事者の大統領になりたくないわけですよ。だから関わらざるを得ないくなるような事態はなるべく避けたいわけですね。だからですね、ロシアの勝手好き勝手するのはいいけども、かといってですね、あまりにも奥に頑張られすぎてですね、ロシア領内まで行ってもらうとかの前、これは本当のウォーになってしまうんだ。今でもウォーですけどね、ガッツガツのウォーになってしまうんで、それは避けたいというところで、まあ言ってみれば中途半端な支援をしているわけで、それに対してゼレンスキーさんは非常に不満なわけですね。まあそういったところは出てるんですけども、中国にしたところでですね、事態が拡大するのはね、嬉しくないわけですね。で、自分たちの勢力というか影響力を誇示するためにですね、この後ろ盾として、その、中国にしたところでロシアに勝ってほしくもないし、ウクライナに勝ってほしくもないわけですね。なんかこう平和になってほしいわけです。でも
そこでですね、アメリカの勢力が強くなっても困るわけですね、中国は。だから適当なところで収めようやというのが中国であって、ですね、このままでもロシアが負けてしまうとですね、自分たちもルーサーの側に立たされてしまうと、それも嫌やということですね。だからアメリカと中国の利益はここで一致してるわけです。ですんで、そういったですね、後ろに回ってですね、なんとか収めようとしてるわけです。で、今やですね、ここにも書いてあるんですけど、中国とアメリカにとって、プーチンおらん方がええなということになってるわけですね。だから、近々ですね、プーチンさんはいなくなる可能性も出ていきますね。今や本当にプーチンさんがいなくなっても誰も文句言わないし悲しまないと思うんですよね。むしろ喜ぶ人は世界中にですね、約60億人ぐらいはいると思うんですけども、まあそこまで来てるわけであって、もしかしたらですね、急な展開というのがあるかもわかりませんね。この現代ビジネスの1ページ目をですね、一応貼ってみますね。後で撮るかもわかりませんが、はい、皆さんどうもありがとうございました。